エージェントライアン・ジャクソン OIG 所属調査記録2901841990年1月12日スタンフィールド・ターナー中央情報局長官の命令によりアレックス・メイソン、フランク・ウッズ、ジェイソン・ハドソンの経歴調査を中止する。調査に関する全ての資料は極秘扱いとし中央情報局長官室に直接返却のこと。調査は終了。調査記録29018590年1月12日1982年5月21日に行われたコントラとの共同潜入攻撃により中央アメリカの薬物取引に大きな変化が生じた。情報局はニカラグアのカルテルのリーダーたちのリストを把握しこの機会に薬物の輸出をより友好的な者たちの手に委ねようと考えた。しかしこの作戦は思わぬ結果を招いた。誰もが想定さえしなかった男ラウル・メネンデスが力を手にすることになったのだ。最も危険なカルテルのリーダーたちがこの場所に集まってる。メネンデスもな。この場所に我々は監視カメラを仕掛けた。そちらの一挙一動を見守っている。一度限りのチャンスだ。無駄にするな。トーレスを捕らえた。逃がすな。正義が勝ったな。